はい、今回もですね、おっさんが気になるニュースをお届けします。最新 AI ニュースです。2024年の1月23日火曜日になります。本日のパートナーなんですけれども、スーザンさんです。よろしくお願いします。スーザンです。よろしくお願いします。はい、お願いします。では早速、ニュースの方行こうかなというふうに思います。まず一つ目のニュースです。ミドル世代が思う、生成 AI を使うメリットとは。はい、これどういったようなニュースでしょうか。はい、これ、はい、35歳以上の方を対象に、はい、生成 AI の活用についてアンケートを取った結果のニュースなんですけど、はい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 、まずその AI 使ってますかっていう回答に対して、使ってるよって答えたのが全体の 18%、はい、18% みたいです。はい、はい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 。で、まあ、職業別に分けると、はい、マーケティングとかコンサル業の方は大体半分ぐらいの人が使ってるって答えたみたいですね。はい、なるほどなるほど。まだまだね、ちょっと使ってらっしゃられるかなと思うんで、僕も頑張ってね、普及活動しようかなというふうに思います。はい、皆さんも使っていきましょう。はい、はい、2番目のニュースです。はい、近畿大学生成 AI 活用プラットフォームを導入。これどういったようなニュースでしょうか。はいはい、これが実際に生成 AI ってどうやって活用するのかっていう事例みたいな感じなんですけど、はい、ここは大学の職員向けにですね、はい、グラファー AI スタジオっていう、はいはい、システムを試験導入してるみたいで、はいはい、まあ、普通 の, チャットだったりとか、はい、その学校内のデータベース、何でしょう、ルールとかをですね、はい、取り込んだ、はい、データベースを使えたり、あとはその状況に応じて処理したいデータを入れて、はいはいはい、こういう風にしてくれっていう指示して処理する機能がついてるみたいですね。それ職員向けなんですか、学生向けにっていうことなんですか。ニュースの内容を読む限りでは職員向けのように見えました。はい、ね、あ、なるほど、ね。はい、まあね、こういうのがどん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 発展していってね、まあ、その学生向けにもね、なんかその生成 AI 使って何かみたいなものが出てくるとね、いいのかなと思いますけどね。まあ、僕もちょっと噂で聞いたんですけど、結構大学賛否両論あるみたいで、もうやっぱり全面禁止してる、うんうん、やっぱり大学もあるんですよ。僕が噂でちょっと聞いた話では、なんか結構芸術系の大学だと、もうそういうのを使うのもなんかね、あんまりいい思いしないっていうね、なんかそういう教授もいらっしゃるみたいで、この辺はね、なんか教える方のね、やっぱ意識一つで変わってくるのかなと思うんですけどね。まあ、もう僕的にはちょっとね、頭柔らかくしていただいてね、今の世の中に合わせた形でやっていけばいいのかなというふうに思いますけどね。はい、まあ、気になる方いらっしゃったら、また概要欄から飛んでください。はい、次のニュースです。 AI で119番通報文字化これどういうニュースでしょうか。はい、これ、はい、2025年の4月から、はい、静岡県の磐田市周辺の消防で導入されるそうなんだけど、緊急通報来たら音声でお客さんからこう、はい、どこどこで怪我しましたとかって連絡来ると思うんで、はい、それをリアルタイムで文字起こししてくれるシステムを導入するらしくて。あ、なるほど、そういうことですね。はい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 、はい、まあ、結構いいなと思って見てました。なるほど、あ、そうか、だから連絡があって言葉で喋ってるやつを文字化してしま、文字化して、でそれを何かに共有したりとかして、緊急のなんかで使うってことなんでしょうかね、これ。そうですね、文字化することによって、こうリアルタイムで他の隊員がこう出動の準備できたりとか。なるほどなるほど、あ、それいいですね。まあ確かに、あとなんか、うん、映像をこの通報で送れるシステムもここに入ってるみたいで。はー、へー、はい、ちょっとなんかこういうのはいいですね、本当ね、本当にいい使い方だなと思って見てました。はい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 、そうですね、まあ、ぜひぜひね、こういうのがね、どん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 発展していけばいいかなというふうに思います。はい、次のニュースいきましょう。はい、呉市、倉橋島の、生産トマト、高品質化へ AI で選果。これどういうニュースなんでしょうか。はい、これ農業に AI を活用してますよっていう事例なんですけど、はいはいはい、トマトのとかそういう野菜の選果って人の目でこう手でより分けていくと思うんですけど、はいはい、それに AI の画像認識をちょっとプラスして、はい、どうしても人によってこれが一番いいやつだとか、これ中くらいだとかってばらつきが出るんですけど、あ、そうですね、それをこう、うんうん、ばらつきを均一化できるっていうことで今導入してるそうです。はい、なるほどな、この人が見たらこれはええやつや、この人が見たらいやいやまだだっていうね、うん、やっぱり返金が取れないですよね、うん、人間がやるとね。
まあ、その辺も AI が全部やっちゃうってことですよね。あ、なるほどなるほど、まあ、この辺はねすごい活用的に、あの農業って意外とね AI 先に先行して入ってるんでいいのかなというふうに思いますね、うんうん、あの多分 5,6 年ぐらい前ですかね、あの成長過程を全部写真で撮っておいて学習させておいて、どういうふうにやれば、成長するのかというのを研究するためのね AI が一番最初に結構導入されたのは日本でもそういうのが多かったっていうところもあるので、農業が一番結構ね、うん、AI って使いやすいっぽいですね。はい、そうですね、これからもどんどんね増えていけばいいなというふうに思います。はい、次のニュースです。神戸初の AI 新製品が生まれる可能性、ちょっと生まれる可能性ということなんですね、これどういったようなニュースなんでしょうか。はい、はい、あの昨年の10月に、はい、日本マイクロソフトが神戸市にあの、はい、AI の専門施設としてラボを開設したみたいで、あー、へー、そうなんですね、これあの、はい、世界でも6番目の施設らしいんですけど、はいはいはい、まあ、これがあのそこでただ研究するっていうんじゃなくて、はい、AI 開発に悩んでる企業を、はい、こう1対1でサポートしていくっていう目的の施設らしくて、はい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 、はい、なのでただただ研究施設っていうよりは実際に日本の企業がここを拠点にですね、はい、AI のサービスを生み出していく場所になるんじゃないかなと思ってですね、そういう期待があるなと思って、はい、あ、すごいですね、まあ、これでもねうまくいけばね企業もどん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 導入してってね、まあやっぱりなんじゃかんじゃ言っても日本でもね、東大阪の方とかは未だにそのロケット技術の、ね、ネジとかなんかそういうのでもねあの有名なところとか精密機械作ってらっしゃる方とかもいらっしゃるんで、それプラス AI とかねなっちゃって、ね、世界に発信できたらいいのかなとは思いますよね。まあぜひこういうのがどん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 ね増えていけばいいかなというふうに思います。はい、次のニュースです。個人を認識する AI カメラの、全国配置が始動。これどういったようなニュースでしょうか。こちらの方ですよね。はい、はい、これあの国が主導してるみたいで、はい、あのスマートシティ構想って、はいはいはい、あの結構前から言われてたと思うんですけども、はいはい、まあ、AI が普及していくことによって、はい、こうやってあのバーチャル空間でシミュレーションしながら、はい、こういったサービスを展開していくという構想があるみたいですね。はい、でこれだとあのいきなりカメラ設置しちゃうとこう視覚とかができるんですけど、はい、あらかじめこうデジタルの空間でここだったら視覚ができないとかっていうのを調査した上で設置できるっていうことで今考えているみたいで、ああ、まあ、特にですね観光の分野だとか防災の分野で活用できるんじゃないかというふうに言われてます。シミュレーションするそのなんていうんでしょう、そこの街自体をまずは一旦なんかあのメタバース上というかそういうので作っておいてから、うんうん、でそれでカメラを設置してみてどうなのかというシミュレーションを行うということなんですか。これそうですね、バーチャル空間で実際にカメラの設置これで効果的なのかどうかというシミュレーションも、はいはい、AI を活用することでできるようになるということだそうです。すごいですね。僕もちょっと関わりがあってビムシムっていうなんかそういうなんか、うん、技術的な内容があるみたいで、ご存知ですかね、ビムシムって、はい、初めて聞きました。あのね、国土交通省がちょっと推進している内容なんですけど、まあ、土木とか建設に関してでその 2D とか 3D のデータだけじゃなくて、そこに例えば、素材の情報とかで劣化している年月の情報とかで、そこの、素材を購入した時の価格であったりとかを全部データ化してなんか取り仕切ってやりましょうねっていうのがあるんですよ。でそれをすることによって、例えば災害が起きた時に、まあ、ここら辺は経年劣化これぐらいだから、これぐらいの材料費でこれだけのものでこういう形でできますねとかですぐに対応できるじゃないですか。だからそういう、はい、なんていうのかな、全てにおいてで、2D、3D、4D、5D みたいな感じでかなりそういう感じのものが進んでってるんですよね。そういうのも例えば関わっていったりとかするとちょっとね面白い、そのバーチャル空間内での内容っていうのをもっともっとねより具体化していくんじゃないかなとはちょっと思いますよね。そうですね、こういうのがどん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 発展していくとね、もう近未来になっちゃいますよね、やっぱね。まあでも本当に、便利な時代になると思うんでね、どんどんこの辺は進化していけばいいかなというふうには思います。はい、はい、じゃあ次のニュースいきましょう。はい、次のニュースです。犬型 AI ロボットが、空港警備。これもちょっと画像があるんですよね。これちょっと出します。はい、これどういったニュースでしょうか。はい、はい、これすげー、これ映画とか、ね、はいはいはい、ゲームとかでたまに見るやつ
がちょっと具体化してきたなと思ってちょっと面白かったんですけど、はい、これあの日本 IBM が、はい、あの中部国際空港で実証実験をやってるらしくて、はい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 、まあ、こういう犬型の AI ロボットで自動巡回をして不審者とか不審物を発見できるというようなシステムを今使ってるそうですね。へー、この画像は実際に不審者役の人が、はいはい、なるほどなるほど、あの航空機とかね、はい、こういうところに入ってきちゃって撮影する人がいるみたいで、あーなるほど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 、はい、あ、なんか警戒音かなんか出すんですかね、これもしかして、これあの言葉で、あ、言葉で、はあの、はい、立ち入り禁止区域ですとかって言って、あーすげーな、みたいですね、はい、へー、でもなんかなんで四つ足である必要性があったんやろ多分これ、ね、あのこういうロボットが出てくる映画とか僕ちょっと見たことあるんですけど、多分開発の人がそういうのをイメージしたんだろうなと思って見てました。まあ基本的にこれ多分なんじゃらバイオニクスっていうね、なんかあの、ロボテックスかなっていうメーカーさんのやつなのか、うんうん、もしくは中国でもなんかこういう犬型のねロボットのやつは出してらっしゃるんで、まあそういう感じのがベースになってるのかなと思うんですけど、でもすごいですね、こういうのね出てくるとね、本当の近未来ですよねこれね。いや、うん、本当にすごいですよね、うん、百貨店とかも夜中になったらね、こんななんか犬みたいなのがずっとね徘徊してたらねあのめっちゃ怖いなって、はい、びっくりしますしね、びっくりしますねこれね、確実にね、はい、うん、でもすごい効果的な内容でしょうねこれね、言葉でもね発信したりとかするとね、はい、うん、で手動に切り替えもできるみたいで、あ、そうなんですね、それはすげえな、はい、まあでもねこんなんがどん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 発展していくとね、本当に近未来になりますよね本当ね、はい、あーすげえなっていうニュースです。はい、ありがとうございます。はい、次のニュースいきましょう。はい、8番のニュースですね。 AI モデルが商品を着用したモデル画像を生成。はい、これはどういったようなニュースでしょうか。はい、これ大阪の会社で作ってるサービスらしいんですけど、はいはい、あの実際の洋服をですね写真撮ってそれを取り込むと、はい、AI モデルに試着させることができるっていうようなサービスです。はあ、すごいですね。それはそれで AI モデルにちゃんと着させることができるってことなんですね。はい、でなんかあらかじめ用意してるモデルとかモデル自体もオリジナルで作ってるもいるみたいで、はい、これあの、ね、服売る会社にとってはすごくいいと思うんですけど、そのモデルやってる人いなくなっちゃうんじゃないかなと思いながらでもすごいサービスだなと思って見てました。いや、まあでもこれ何回かねニュースの中では言ってるんですけど、あの去年の暮れにあのザッカーバーグがあのそのシミュレーションしてたんですよ。その、VR 空間の中に自分自身を出しておいてアバターを、でそれがもうめちゃくちゃザッカーバーグそっくりなんですよ。でそれが喋ってるっていう、そういうね、なんていうのかな、こう仮想空間の中にお互いで喋ってるっていう感じのものを作り上げてたんで、でそれをなんか撮るのも結構ね普通のスマホで撮れたりとかする映像をそのまま具体化したやつのシミュレーションやったんですよ。なんで、うんうん、そんなんができると例えば通販とかでねこういうのいいかもしれないですよね。自分自身をあのアバター化したものをそこに取り入れといて服着させるっていうね、それでいい悪いっていうの着用イメージちょっと見てみたりとかね、はい、するのもできてくるとね、なんかめちゃくちゃいいなと思いますよね。はい、すごい時代だなもっと思います。はい、次のニュースです。思考をテキスト化する、音読 AI 技術。はい、これはどういったようなニュースでしょうか。はい、これあの独身AI 技術、あ、ごめんなさい、独身 AI 技術、ね、はいはい、はい、すいません、はい、あの思考を、はい、ですね、頭にかぶる電極のいっぱい刺さってる帽子みたいな、あのよく映画とかであるじゃないですか。はい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 、マジで、すごいねあれがあのオーストラリアのシドニー工科大学で今、はい、実用化に向けて開発してるみたいで、はい、あの頭皮から脳のその電気的な活動を読み取って、はい、そう考えてることをテキストに起こすというのが実現しそうだっていう内容です。やば、そんなんできるんですか、はい、じゃあそれってね、よく電極を頭に刺してっていうのは僕も聞いたことあるんですよ実は、うんうん、そうじゃなくて帽子みたいにかぶるだけってことなんですかこれは。そうですね、前からそういった電極刺して手術したりとかして、はい、そういうの読み取る技術は前からあったみたいなけど、これは本当にあの帽子みたいなのをスポッとかぶって使えるということで、はいはい、うわ、あの言葉を発することができない
障害を持っている方、そうですね、だとかにはかなり有効なんじゃないかっていうことでしたね。すごいな、僕なんか被ったらね、もうエロいテキストばっかりブワーって出てきたらね、もうめっちゃ恥ずかしいよねお前何考えてんねんってね、あの具体化したテキストでね、本当ね、全部なんかモザイクかかっちゃう感じのね、言葉が出てきそうな感じがするんですよね、はい、すごい時代だなというふうに思います。はい、次のニュースです。はい、世界生成 AI 到来か、これなんか漠然としすぎててわからないですけど、これどういうニュースなんでしょうか。はい、これはもうそのまんま、あの、はい、世界自体を生成しちゃうような AI が来ちゃうんじゃないかというニュースで、どういうこと、世界を生成するってことはい、あのゲームとかで今オープンワールドっていうのが今多いんですけど、まあそういったものの技術の延長で、はい、まあ、あの画像生成 AI サービスのミッドジャーニーの CEO がです、はい、2024年末までにはリアルタイムにオープンワールドが生成できる技術実現したいというふうに言ってるそうです。ああなるほどね。あ、だからもう生成 AI で、あのそのワールド自体を作ってしまおうっていう構想なんですよね。そうですね、うん、今ゲームの業界だとアンリアルエンジンとかユニティ、はいはい、であの作られてるんですけど、はい、今度はこういった画像生成 AI サービスがそういった業界に入っていくんじゃないかっていうようなニュースで、うん、あー、また技術革新が起こるんじゃないかというようなニュースでした。なるほど。なんか最近ちょっとメタバースの業界もですね、またちょっと盛り上がってるところもあるみたいで、なんかあの、フォートナイトですかってがなんかオープンソースでなんか自分のところの土地かなんか作る、はいはい、なんかそういう感じの内容もなんかリリースしてるっぽいので、なんかそれがちょうどなんて言うんでしょう、NFT つけてでの財産価値としてなんか出したりとか、なんかそういう動きもなんかちょっと出てるみたいなんで、まあ、こういうのが出来上がってくるとね、もうそれこそ没入して何かそこの世界に入ってで何かをやるっていうのがね、どん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 進化していったらね、もう外出る子いなくなりますよね、本当ね本当にあのさっきのなんだっけ、はい、AI モデルのやつとかと組み合わせるとこうあれですよね、仮想世界でショッピングできちゃいますよね。やばい、俺ちょっとそれやったら俺あれはあの VR 空間の中にキャバクラ作るわ俺おっさん呼び込むわ、ちょっとあのちょっといくらか外で飲むよりも安くつきますよ言うてやろめっちゃ儲かりそうっすね、それ。ね、もう、ま、来店したらその人の好みを聞いたやつを生成 AI であのお姉ちゃん作ってその人当てるっていうあの最高じゃないですかね、ちょっと通わすわ、ね、あのもしかしたらね、そんな時代が来るかもしれませんよねっていうことで、はい、今回ここまでっていう形になります。はい、このチャンネルではですね、毎日こういったような生成 AI のニュースをですね、日々ちょっと7時にはちょっとリリースするような感じでやってますんで、あの皆さんももしあのご興味ある方いらっしゃったら毎日一応投稿してますんで、また聞いていただければいいかなというふうに思います。カオゴの方ですね、チャット GPT の内容とかですね、プロンプトエンジニアの内容とかですね、あと生成 AI の内容なんかの動画も作っております。で2024年度はですね、生成 AI で道を切り開くということで、365人の人を名刺交換して回ろうということで僕挑戦中であります。なのであのもしご興味ある方いらっしゃったら公式 LINE の方にご連絡いただけましたら、カワゴン実物が行って、名刺交換させていただきますんで、もしご興味ある方いらっしゃったら、ご連絡ください。一応 何人かはもうちょっと連絡いただいてるんで、そちらの方の方行こうと思ってますんで、よかったらよろしくお願いします。はい、あとですね、 AI のニュースのパートナーをですね募集しております。もしまあ、YouTube ちょっとやってみたいけどちょっと自信ないんだよね、カワコンみたいな感じでいらっしゃる方いらっしゃったら、もうぜひ、僕の方にご連絡いただければ一緒にちょっとニュースね読み上げながらでちょっと練習してみてもいいのかなというふうに思いますので、ご興味ある方、まあそうじゃなかったとしてもね、 AI ニュースちょっと読んでみたいという言われる方いらっしゃったらぜひ、ご応募ください。お待ちしております。はい、スーザンさん、今日は寒いんですかそちら今日は暖かかったです。週末が、はい、あのマイナス27度。何それマイナス20な、いやこないだ振り切って僕あの四国行ったんですけど、あの20度ですよ20度、はい、そっちね、あの北海道なんでね、あれなんですけど、はい、ね、
マイナス20度、この振り幅やばないですか、本当。いや、本当に北海道民でも外出たくないですよ。ですよね。もう本当だって、ね、この間ほんま冗談抜きで僕車乗ってたらね、24度設定でね、クーラーかかりましたもん、本当。マイナス27度はね、車もあったかくなんないんですよ。そうでしょうね、本当ね、はい、まあまあまあね、寒い地域だと思うんでね、気をつけていただいて、で、あのこれ聞いてる皆さんもですね、今なんかインフルエンザとか、ね、コロナなんかもまた流行ってるみたいなんでね、ぜひあのお父さん、あのね、熱出たりとかしたらね、会社も行けないし、会社あのね、あのお家でもね、すごい肩身の狭い思いしないといけなくなると思うんで、ぜひあの健康には気をつけてね、あの老体夢中って頑張っていただければいいかなというふうに思いますんで、はい、あの今日も一日頑張っていきましょう。はい、じゃあ鈴谷さん、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんも頑張ってください。はい、失礼します。